月曜日、あ、プレゼント届いた、ありがとう。月曜日お疲れ様でした。松本千佳子です。こんばんは。ちょっと一旦キレートレモンを勝ち込みたいと思います。みんなせーの、ケピー、乾杯。今日は飲みます。まあ、帰ってきてチョコ食べたんですけどね。めっちゃチョコレート食べたんですけど。あ、酸っぱ。今日はお稽古でした。もうこんな格好でお稽古しちゃったよ。可愛いクマちゃんのクリップで髪の毛止めて、前髪はワンワン物語の、名前忘れちゃったワンちゃんのヘアクリップつけてます。朝起きたら前髪がもうびっくりして直せれへん状態だったので止めてこれでお稽古してた。そう、昨日の余韻にね浸る間もなく今日はお稽古モードに切り替えて、お、可愛いでしょ。そう、パッカーンってなってて、これもね同期とディズニーストア行った時に一緒に買ったやつです。今ちなみにアメブロを書いてて、あのブログにあげようと思ってんけど、アメブロにしようと思って、そこでみんなのコメントも書いてもらいたいなと思ったので、でもちょっとなんかちょっと久しぶりすぎてログインができなくて、ちょっと今パスワードを聞いております。すみません。アメブロあげたらみんなもコメント書いてもらえるなと思って、アメブロ見てください。え、見れるかなって、見て見てえ、本当にいつぶりってくらいの日付であげる。昨日のちかちゃんは妹みが強くて可愛かった、嬉しい。すみませんね、ちょっと今文章を。あら、中ちゃんがちかちゃんはバブって言ったでって、あ、バブちゃんって言って呼んでるってことかな。中坂ちゃんのこと、うちのバブちゃんです。お疲れ様です。あ、え、1年ぶりにブログあげる、やば、それはちょっと申し訳ないです、すみません。うんうん、ちょっと今日中にあげたいけど、今日の深夜に絶対あげます。本当にごめんなさい、本当は昨日の深夜にあげたかったんですけど、ごめんよ。バブちゃんにバブって言われてるの、あれ見て、グッズのね、生写真可愛いんだけど、もらいました、もらったというか多分これ買ったのかな、自分で冷蔵庫に貼ろうと。
おい、一番のバブちゃんもあなただよって。違うもんね。これ盗賊した写真じゃない、海賊か、間違えた。かわいいなこれ。ちょっと鼻かゆい。あ、海賊写真はじゃあアメブロ上げてから明日見せますね。ちなみに、え、送ったって、え、嬉しい嬉しい嬉しいよ。ちか何枚あっても嬉しいよこれ。だってお家の冷蔵庫にも貼るし、ロッカーにも貼りたいし、あとお世話になってるスタッフさんのデスクとかに置いてくださいってあげる。嬉しいグッズ。あの、実はライブに家族も見に来てくれとってんけど、家族に、まあ、親孝行しようと思ってライブ T シャツは買ったからねって、ほんまはその当日身につけてほしかったんけど、ちょっとその当日には間に合わへんくて、その、まあ、後日やねんけど、買ったからいいから、買わなくていいからねって言おうと思ってんけど、言おうと思っただけ言ってんけど、もう買っちゃったって言われて、しっかり家族も楽しんでました。ライブ、あのうちわも買ってくれてたし、 T シャツも買ってくれてて、可愛いね、うちの家族。てか、あのドラフト一期のあの T シャツは地下のパジャマで着ようと、ちょっと大きめで着たいんだ、パジャマは。お疲れ様、みんなも。何枚あるんだろう、ランダムなのかな、この生写真。うわー、開け方大型。ね、T シャツかわいいよね。デザインも3人でこだわってました。私、あ、かわいい、ゆきみゅん、ゆきみゅん、福シナモン、トシュゴと、キティちゃんです。見て、お揃いのリボン可愛くない？衣装さんの愛です、これも。しかもキティちゃんの衣装もなんかどれがいいですかっていっぱいあって、なんか一番この赤チェックっぽいなんか似てる雰囲気のやつにして、当日ねめっちゃ可愛かったんけど、キティちゃんがチカの衣装見て、フリフリが可愛いってこうツンツンってこう触ってきて、ちょうだいって交換しようみたいな、実は裏でそういうやり取りしとってんけど、めっちゃ可愛くない？こっちは何なんだ？てか生写真の袋欲しいな、なんかわかる？この透明なやつ、この袋に入れて貼りたい、冷蔵庫にこうやってペタって貼りたくて。あ、また開け方失敗したん。あ、コラボの写真は A と B しかないから一緒なのかな。あ、100均に売ってるんだ。マジ？買いに行くわ。ありがとう、教えてくれて。あ、もう開け方大型、なんでこうなっちゃうんですか私。あ、横タイプってことね。すっごい漏れてるんですけど、私珍しくこの日コンディション良かったです。この撮影の日は朝ピューロで遊んでる日です。あー、かわいい、ゆきちゃんもシナモン、ゆく福シナモンもかわいい。かわいいんだけど、超絶かわいい。可愛すぎ。ちょっと一回大切に、100均で買うわ。ありがとう、教えてくれて。可愛い。なんかゆずとかにあげようかな、この写真。自分で自分の持ってるの恥ずかしい。ゆずラブって書いてちょっとプレゼントしよう。
お手紙、あ、そうだ、あの生誕祭のお手紙くれたお礼であげよう。喜んでくれるかな。え、僕にもくださいってもらってくれる？本当？もらってくれるんだったら書くよ、みんなの。やば、てかみんな1ヶ月前チカの誕生日やってんけど、怖くない？すごい怖い。僕の姉本当に喜んでくれる？それみんな嬉しい？うん、まあ、うん、そうだ、みんなにお仕事いっぱいあるんだよ。まず未完全 TV のX でみんな投票してね、未完全 TV アワード投票してください、忘れずに。もうね、さっき見てきたけどチェックしてんのかって感じやねんけど、ちゃんと見てます。あの Twitter 見て X で、あ、つぶやいてくれてるなって見たので、ちゃんとあげてください。やっぱり私といえばカレーじゃないですか、頑張ったの。特にカレーもあるし、いっぱい出たよね今年も。チーム S でも出させてもらったし、あと、あ、でもカレーが一番、まあ、爪痕残してるって残してるかな。実は辛いの食べれちゃう私だったんですけど。投票してください、一人一票というか、つぶやき、一人一つぶやきなので、ぜひねえ。去年本当に心配になるほど、みんなに心配されるほど嫌でたからね。まあでもそのおかげでとは言ってもなんなんですけど、なんか未完全 TV のスタッフさんですごい、それきっかけで好きになりましたって言ってくださる人もいるくらいなので、まあ感謝はしてます見てください、見てくださいっていうか、つぶやいてね、去年の前に書いてください。そしてあ、そう、さっきね、あのファンの人の今コメントでもあってんけど、2回目のクックパッドライブ夏ライブが決まりました。イエーイ、2回目が決まったよ。ね、日程がちょっと間違いないようにちゃんと文章を見て、夏ライブが決まりました。そう、大阪の心斎橋のあのやつです。1月26日金曜日から金曜日です。次の第2回目は新番組、なんと番組名がもぐもぐちかちゃん、あ、言えんかった、もぐもぐちかちゃんスイーツです。2回目決まりました、やったーん、嬉しい。次回は1月26日金曜日で、2ヶ月後かな、あ、嘘、ごめん、嘘、1ヶ月後ですぜひ大阪遊びに来てください。そして配信もぜひ 見ててね。あの観覧配信で あの申し込みは12月22日金曜日の16時からです。今回はぜひぜひ観覧でも応募してください、いっぱい。前回来れなかった人待ってます。もちろん前回も来てくれて、もう一回行こうかなって人来てください、ぜひ。そして配信でもね、見てね、配信で見てくれてる人も大事なので、もちろん見てください。ちょっと1回目はなかなか慣れてなかったので、2回目はちょっとでも上達してるように頑張ります。19時からです、1月26日金曜日の。あ、1ヶ月後なので休めそうって、ぜひぜひお休み予定当てて。あ、プラチナ会員の人は本日からだって、もう予約できるなって。1月、プラチナ会員じゃない人は
12月22日の16時からやけど、プラチナ会に入ってくれてる人はもう始まってるのかな、この感じ。あ、始まってる。そう、22日ぜひぜひ応募してください。来て、予定開けてね。舞台見終わったら次はここで会いましょう、大阪で。スパ、いや先着じゃないよ、抽選なので。ぜひぜひ。あ、そう、お腹空かせてきてくれてもいいよ。見てるときに食べながら見えたりもするので。何作るんかな次、分からへん。まだ何作るかは分からんけど、楽しみにして待っててください。そしてもう一個、待ってね、今正式名称がさちょっと分かってへんから、ちょっと調べさせてください。ちょっと待って、正式名称調べてるので。どこだっけな。うん、ちょっと探すのに時間かかりそうだな。私が言いたいの分かる？告知でね。あ、正解、 SKE カレンダーのこと告知しようとしててすごい。でもちょっとその日付とかをチェックしようと思ってさ、そのどこに書いてんねやろうと思って。そう、カレンダー作るやつのなんか説明文的なの、待ってね、どこにあんの。見つけられへん。あ、先にみんながみんなのコメントで教えてもらった。はい、カレンダーの締め切りは20日までです。これはメンバーを指名できるので、あれやんな、全部、ある意味全部松本千佳子ちゃんにできたりするんだよね。違う？そのメンバー選べるやつ、そう、全部地下にできるんかなって思っとってんけど、違うんかな。それのちょっと今の説明、あったあった、世界に一つだけのカレン、オリジナルカレンダー。あ、25日までっぽいよ、クリスマスまでっぽい。あ、違う、あ、年代で届くには20日までで、年明けだったら25日まで。あ、オール近くで注文したよ。やるね。そりゃオール近くだよね。そうなんや、すごい。卓上タイプと壁掛けタイプがあるっぽい。どっちも欲しくない？すごい、画像レイアウト。なんかね、本当にカレンダーのグッズが欲しくて、昔あったやんか。だからぜひ作ってください。いや、さすがにこれは地下がいるってよりは家族とかが喜ぶね。お家に飾ってると思うけど、
へえー、なるほどね。なんかさ、プレビュー。へえ。これでメンバーを。あ、なるほどね。へえ。作品名書かなあかんし。じゃあちょっとこのカレンダーもみんな作ってねっていうやつでした。また告知します。いいね、卓上タイプだったらデスクとかにさ置けるよね。ということで、みんなこのカレンダーはマストでゲットしてください。だってカレンダーは必要じゃない。あ、アイドルっぽいポーズしてるのが多いだし恥ずかしい。はい、ということで、まとめますと、未完全アワード X でつぶやく、夏ライブの申し込みが、まあ、22日から12月22日からやねんけど、プラチナ会の人はもう先行できるみたいです。1月26日楽しみにしててください。そして、3つ目、オリジナルカレンダー申し込みしてね。かわいいちかちゃんのカレンダーを壁にパッ、あの大きいやつを貼るもよし、卓上のやつでデスクに置くもよし。これはゲットしてほしい、絶対。まあ絶対っていうか、もう全部ゲットしてほしいんですけどね。よろしくお願いします。これちかこマニアへ、皆さんお仕事でよろしくお願いします。ちょっとまたまとめます。業務連絡業務連絡みたいになってんねんけど、でもカレンダーは大事じゃない。あ、そうそうそう、明日からね、あと新しいラベルのお水が販売されるねんけど、何の衣装かみんな知ってる。ちかは知ってるけど何の衣装でしょうか。今はあの1曲目の曲だよね、あゆ君ないや僕にの衣装やねんけど、なんだと思う。あ、知らんねや。ごめん、めちゃくちゃうざいマウント取っちゃった。知らんのか。お楽しみに。お楽しみにしててね。そうだね、20日の公演が近は過ぎてるので、楽しみにしてゲットしてね。飲めへんけどね、あんなの。なんかめ、それこそカレーも食べれへんやん、パッケージになってるのとかもさ。まあちゃんと賞味期限に間に合うように食べて飲んでね。教えません。20日のためにうちはデコデコ頑張りました。楽しみ。なんかさ、グッズで出るさ、公式のうちわもさ、もちろん可愛くて嬉しいし、顔つきやから振ってほしいねやん。で、今回のさ、ハートのうちわも振ってほしいねんけど、みんなが作ってきてくれる手作りのうちわもすごい嬉しいです。まあ、何回も言ってるんですけど、ごめんなさい。あ、ね、19日と20日の公演は衣装の展示もあるので。この日は、ファンクラブ公演だよね、確か。ファンクラブ公演なので。お待ちしています。20日の公演にね、これ持っていくんだ。リスキーミルではチラって言っちゃったんですけど、じゃん、 GMS のメンバーに買って作ったんです。これかわいい。なんかメンバーにもう好きなキャラクターを事前に聞いてて、この日に作っていこうって、もう作るのをずっと決めてて、お土産で、まあ、お菓子とかもいいなと思ったけど、せっかくだったらみんなの名前入りシールを買ってあげたいなと思って。これは君へ、君へはキティちゃんが好きで言うて、君へ、姫か、姫かはねシナモン好きなんだって。ゆず、可愛くない、なんかゆずっぽいデザインで、るっちゃん、
そう、ゆずきね。で、ゆずぽにしようと思ってんけど、ゆずぽだとさ、ちょっとなんか、外にさ、外になんか使うもので貼った時に、え、ゆずぽっていう風に、第三者に思われたら、ちょっとなんか嫌やなと思って、第三者にも通じる名前で言ってます。ルーちゃんとかもさ、ルーちゃんってなって、だったらルカちゃんにしようかなって。なんか変な、気遣い。ゆうちゃん。ゆうちゃんはね、ちょっとキャラが分からんかってんけど、1月に出たライブ、サンリオのライブの時に、アクスタ？アクスタじゃない。アクスタか。アクスタの時に、この、なんだっけ、名前、キキララちゃんだっけを、キャラで選んでたから、これにした。で、あゆか。なんかあゆかっぽくないこれ。こう、ペダックだったっけ、忘れてた名前。あゆかっぽくない？で、あゆかにして。よしのはポムポムプリンに捨ててたから。なんかちなみに縦とか横とかは超ランダムでやってます。見て、ミクル！なんかこれはちょっと勝手なもん、独断と偏見。ミクルっぽいなっていうので。これにしました。あ、ペックルか。で、しかもキキララちゃんじゃなかった。リトルツインスターズね。全然詳しくなくて申し訳ない。マリン。マリンはなんか、シナポンぽいよね。で、ななみ、ななみもね、シナモンが好きって言ってた。シナモンにしました。で、バブちゃん、バブちゃんはさすがにみゆちゃんです。かわいくない？で、これは泉、イズちゃん。泉はね、なんか泉ってよりイズちゃんって呼ばれてるのがなんか同期かなの印象があったから、イズちゃんにして。で、これが面白い、ミオやねんけど、めちゃくちゃミオっぽくない？このギャルな感じ、キティちゃん、ギャルキティちゃん、かわいいよね。そして忘れてませんよ、ひなの分も作りました。ひなのは何のキャラが好きかわからんかったんけど、このくるみちゃんがめっちゃひなのっぽくて、これにしました。ちゃんと全員分ちゃんと作りました、名簿順に。そしたらなんか自分の分さ、作るの忘れててさ、しょびんってなって、しょぼんか、しょびんなんて初めてだ。でも毎回前作ったのが人気よね、このちかちゃん、君へとお揃い。これは多分デザイン的に。で、ちかこマニアに頼んだ、昨日会場に来た、作ってできました。そしたらこれは言わせてほしい、いつもなんかチカのこといじってくる同期2人が、チカがさ S の分作るんだって言ったら、じゃあ作るって言って2人とも真似してきました。これは私が先陣切りました。謎の強がり、かわいいね、かわいいね、本当にすいませんね、子供で私はすごくププーとか言って、二人ともなんか真似しちゃってる、ププーって言って、すごいバカな子供みたいなことしたんですけど、あ、これを渡していきたいと思います、可愛いエスメンたちに。可愛い、すごく可愛い。しかもさ、こういうのってさ、買ってきたらサプライズで渡すやつやん。なのに私もうなんか買った瞬間我慢しきれんくて、チームラインにみんな買ったよってなんかサプライズをもう種明かししちゃった。恥ずかしすぎ、言っちゃった。やばくない？言っちゃってんだよね、これ言っちゃダメなやつなんよ。で、みんなに言ったらみんなが可愛くて反応してくれてた、可愛いって嬉しいって言ってくれて、絶対20日の声忘れへんようにしなんかね、言いたくてしょうがなかったらしい私って。激はずね、しっかり欲しがりなんですよ、本当に私こういうとこあるんです、すいません。これでもお土産この S 面にしか買わんかったっていうね。でも嬉しいよね、このなんか名前シール、いろんなとこでいろんなテーマパークで欲しいなと思った。でもずっと本当にずっと千円札を両替してジャラ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 ってゲームセンターいるかと思った自分。
でもさ、記念にもなるし、こう渡す側、作った側もなんか嬉しいからさ。全然だよ、シール作るのは大変だったよ。大変だったよって言った今。全然大変じゃなかったよ待って全然大変じゃなかったからね。なんか何が大変ってさ、手が埋まるっていうね。片手このシール持たなあかん、片手財布でお金入れなあかん、ボタン打たなあかんっていうのが大変だった。そう、考えてる時間が楽しいから全然ね大変じゃなかったよ。楽しかったです。っていうお土産買いましたっていうご報告でした。可愛くてずっと見ちゃってるね。もうすぐ終わっちゃうよね、なんかエスメンよ、みんな待ってろー我慢しきれない。ね、ニヤニヤが止まらない。おやすみちゃんこ鍋、みんなありがとう。夜遅くになっちゃったのに。明日はお昼に配信しようと思ってます。ちょっと今日みたいに寝坊しなければ。おやすみ、みんなもお疲れ様でした。一日お昼休みくらいにできたらなと思っています。バイバイ。明日も頑張ろうね。いい日にしようね。あ、雨風呂あげるからね。夜、後で、深夜に。そこでコメント書いてください。感想、改めて。多分、書いてくれた人もいると思うけど。もう一回。